ゆつでー。うゆつでー。さてさて、明日は桜坂46ハブみずほちゃんのお誕生日だろう。ジェムが 27,264 あったね。よしもっと稼ぐぞ、と思ったんだけど。どうしたの？のノルマがクリアできん。もうこの辺になるとプロでフルコンボしないとね。長いことやってなかったからカードの育成ができてないからな。またダメだったの？クリアはできてもフルコンボがなかなかできない。4度目の正直。600ジェム手に入れるのも大変だね。まああんまり日向坂の曲知らなかったんだけど、いろいろ知れてよかったかな。あざとかわいいのミーパンかわいい。2期生までは知ってるんだよね。うん、3期は上村ひなのちゃん以外わかんないんだ。まだこれいけたの？ダメだったからやり直したよ。紫と青はスコア出るんだけど他はさっぱりだな。次はなぜ恋か。桜の曲はクリアしてるからあんま美味しくないんだよね。バックスのその恋だよ。なぜハブちゃんいなかったんだ。何してんの？息抜きだ。クリアできなさすぎて泣ける。29,149 ね。みーちゃんの書いてくれた似顔絵にはびっくりしたな。みなちゃんは愛嬌の天才なんですよ。みんなが笑顔になる。息抜きしたからクリアできたよ。でねー、このバディーズがねー、何回かかったんだろ。まったく。1回目はねー、ユッカーの頑張り気に。え、ユッカー頑張り気？ってなってミスった。2回目は？2回目も同じとこ。なんで？だからデビューカウントダウンライブの方へ変えたんだけど、それでもダメでねー、なんやかんや頑張り気の方でクリアできたよ。なんじゃそりゃ。桜坂の歌はねー、モニターとメンバーが映ってるから、ってなる。全体曲が今のところこれしかないのだな。それな。2回でいけたよ。1回でいけ。川は流れるって初めて聞いた。さて途中経過は？あれ？フランの出番が。すまん。さあ出番どうぞ。32,664 からの 33,889 からの36,199 からの 38,794 そしてレッスンしてどうすんの？あることを狙ってる。もっと上を目指します。おお、だいぶ前にもう無理って挫折したやつ。 S5 まで行くとあと2000ぐらいもらえるからやりたいけど無理。桜の新日と日向のミキほぼ持ってないからな。実はムーちゃんも SSR1 枚も持ってないという事実。ハブさんのギャップに憧れてるんです。クールビューティーでかっこいいのに、お茶目で天然で、すごく優しいじゃないですか。ありがとう。マリノちゃんわかるわかる。私もギャップ出せるようになるでしょうか。マリノちゃんもそこさくとパフォとのギャップあるよ。やっぱりお優しい。そしてやっと本日初の SSR プラス。これメモリアルジュエル20しかないじゃん。なかったね。でディスコグラフィークリアしたら、10もらえる時と20もらえる時があってさ。うん。今回は10なんだなって思ったんよ。だからもう1回やったのね。そしたらマックスって出たんだけど、これやらなくてもよかったんかな。まあ SSR プラスになったし細かいことはどうでもいいんじゃ。それもそうか。ハブちゃんめっちゃ喜んでるし、まあいいか。いつか自分の名前で洋服関係の仕事ができたらいいな。仕事。46,664からの42,744。久しぶりにじゃねやったわ。ハブちゃんが牧線から自転車でやってくるんだよね。
もう五人林はハブちゃんとフーちゃんしかおらん。桜でもユニット曲欲しいぜ。I'm in あるじゃん。ソニアまだバックスでしか聴いてないから、ライブでの披露の機会あるんかね。スキルブックありがたや。さて今回はここまでです。明日はガチャるぜー。そのためにステップスもしなかったんだもんね。誕生日おめでとう。